もうモンサンミシェルの中に入ってきてます。さすがに観光客たくさんいますね。日本人も結構多いです。こういう古い石畳のところですね。こちらは、ホテルがありますね。多分この中で宿泊すれば、昼間だけ見る景色と違ういろんな景色が見れて面白いんじゃないでしょうか。結構工事をしてて工事の方もたくさん行ってます。鳩やカモメが非常に多くて中を飛び回ってます。なんかワンちゃんも歩いてますね。ワンちゃんも一緒に観光をしているということですね。これぐらいの人だったら本当にゆっくりと見れるんで、やはりこの時期は非常におすすめじゃないでしょうか。さらにこれをずっと上がっていったところに修道院に行く入り口があるんじゃないでしょうか。天気が良くなって本当に最高ですね。レストランもこういう風に、通りの両側にあります。土産物屋さんがあるというのは、どこの観光地でも同じようなことじゃないでしょうか。